セージョルジオデグレーチ大聖堂セージョルジオデグレーチ大聖堂セージョルジオデグレーチ大聖堂はベネツィアのカステーロ地区にある聖教会の大聖堂コンスタンティヌーポリ総主教庁に所属している建設にはベネツィア軍に仕えていたギリシャ人兵士たちとベネツィアに住んでいたギリシャ人知識人層が主な担い手となった1539年に着工 1573年竣工1797年にナポレオンによってベネツィア共和国が解体された際には、教会の所有物がナポレオン軍によって没収されるなどの被害を受けたが、聖教徒のコミュニティが消滅するまでには至らなかった。1991年、コンスタンディヌーポリ総主教庁は、イタリア大使教区と南欧エクザル福を設置。 セイジョルジオ・デ・グレーチ大聖堂は、この新大主教区において、不主教座聖堂に格上げされ、ベネツィアのみならず全イタリアの聖教会にとって、重要な教会として位置づけられている。ウィキメディアコモンズには、セイジョルジオ・デ・グレーチ大聖堂に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。